はい、えー、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。えー、競輪の G1、えー、前橋競輪場で行われている友人しの杯、えー、3日目、えー、準決勝の予想を行いたいと思います。はい、えー、概要です、えー。10レースは、えー、っと、挑戦者の えー、渡辺優太が、あの、勢いに任せて、えー、一発を決めると、えー、一発狙いをしたいと思います。えー、11レースは、あの、えー、先行で言えば一番の脇本が、111、えー、期ルーキー、山崎健との挑戦を受けて立つと見ております。12レース、えっ、ー、と、ここはもう南潤が決勝に乗ってきましたね。えー 清水、えー、清水もいるんですが、えー、っと、平原、平原は貫禄で行為から、えー、決めてくると見ています。えー、では、詳しく見ていきましょう。まず、10DS10 決勝戦ご覧のメンバー。えー、浅井コーター、渡辺和成が SQS 班ですね。 はい、えー。ご覧の4分線で、難関、渡辺裕太を率いる難関が一番長いラインとなっております。えー、そのバック回数も渡辺裕太が一番トップですね。えー、2番目が柴崎敦淳、えー。スタート回数は一番多いのが佐藤慎太郎ですね。まあ、私は前を取るのは渡辺 えっと、佐藤慎太郎が S を取っては食べかずないを迎え入れて、えっ、ー、と、福島両者が前を取ると思います。だから、ナビ予想通りの、さ展開になりますね。えー、柴崎は、浅井を連れているんで、まあ、何もしないわけにはいかないってことで、機関車役なのかな、という気はします。 で、そこで、えっと、渡辺裕太、先手取ってくる渡辺裕太ともつれるのかどうか。なんですけど、仕掛けのタイミングっていうのもあるし、渡辺裕太もしろ中村博ですから、仕事をしてくれるという見方がありますね。えー、古書は渡辺和成を抑えつつ、えー、 先行を見ながら、えー、っとし、組み立てていきたいと思います。まあ、胡椒も村上連れてるんで、ワンツー決める競争をしたいはずですね。まあ、そうですね。胡椒が多少、あの、位置取りをするけれども、基本は位置取りこだわらずに、 一方法になるんで、あと仕掛けたとこを中村博がブロックをしてという競争になります。こうスピードがあると、やっぱりブロックしたときに、えー、っと、膨れちゃうんですよね。なので、あと、まあ、渡辺和、スピードだけで言えば渡辺和成のはずなんですけど、えー、っと、 うん、まあ、初日こそ一着取ってんの、取っているけれども、まあ、故障もいるし、そこまでの安心感はない。か危ないような気がするんですよね。ま、まあ、三三ということもあって。昨年のディフェンディングチャンピオンではあるんですけど、え渡辺がね、渡辺でも渡辺雄太の方を狙いたいと思います。 で後ろね、中村博士が仕事をして、好意から故障それでも渡辺、届いちゃう渡辺。浅井コーター、そえー、っと、ちょっと評価を下げたいと思いますね。えっと、最近どうしてもしあの仕掛けが遅れるところが見えるんで、柴崎がある程度、こう、勢いをつけた時にちゃんと外に入れれば、 面白いかもしれないんですけど、なんとなく気配的に、渡辺詩、えっと、青森記念もなかなか良かったですからね、えー、渡辺晴友はさせませんでしたし、優勝したのは、 そのラインから優勝者が出てるわけですから。で、渡辺優太もあわやの3着ですから、狙ってみると面白いんじゃないかなと思います。11レースですね。えっ、ー、と、こちら SKS 班が武田豊樹と三谷隆樹ですね。やっぱりここは脇本が のパワーが抜けている。それに対して山崎健人が、まあ、チャレ、挑戦者の立場で挑んでくると思います。まあ、えー、香川が短期を選んだので、このように細切れですね。えー、えま、えっ、ー、と、スタート回数は、荒井がトップですか。ひょっとすると九州が前を取る可能性ありますね。 もちろん脇本が一番車ということもあって、前を取る可能性はあるかと思います。どちらにしろ、山崎は突っ張るなり、叩くなりして、早めに脇本に対処したい。脇本を下げさせたいというところだと思います。三谷がね、まあ、向こう町からそれほど、なんか、 いい感じがしないんですよねで。山崎がピン、一着一着と絶好調なんですよね。だから、ま、あ先手取ったりしたら、もしかしたら、えー、いいことがあるんじゃないかなと思いまして、えー、本命は秋元で、三谷との裏表があくまで本戦なんですけど、まあ、武田や小松崎、 香川でも狙うよりは、山崎、山崎が残る線を、があるんじゃないかなと思っております。ちょっと穴に息してるのが気がかりではあるんですけど、なんとなく脇本、三谷、山崎以外の選手に光るものを感じないんですよね。 大月も含めて、うん、それがこの三者でいいんじゃないかなと思います。えー、12レースは、えーと、ご覧の9人、えー、平原と諸橋とが、えー、SQS 班ですか。そしてやっぱり111機、こちらも111機ですね。南潤が、えー、ついに、と言いますか。 えっと、特別の初の一着を二次予選で決めて、えー、準決勝に上がってまいりました。まあ、落車などもあったんですが、積極的に行く姿勢っていうのが、えー、見られますよね。あとは、まあ、いかに末足をつけるか、じゃないかなと思います。あと、まあ、清水、うん、まあ、 高知の共同通信社配はすごくいい走りをして、したんですけど、向こう町、それから今場所の、えっ、ー、と、もし初心の範囲に関してはそこまでではないかなと。はい、南に力負けしてるっていうのがあるんで、そこがどうしても気になります。 まあ、ここはですね、ちょっと S を取るのは誰かっていうのは難しいですよね。まあ、中川かなとは思います。平原が取るかもしれません。が、中川だと思いますね。中川はまあ足を溜めていきたい。で、え平原も清水も南が先手を取りに行くんで、まあ、先行争いにはならずに、 この、あの、南四季尾の和歌山両者の後ろを取りたいと思ってるんですよね。清水も、まあ、前々に行くこといついては、すごく力があるし、しぶとい競争をするんですが、まあ、 いつもなんか本調子いない、本調子いないと毎場所言われながらも結局は平原が、あの、うまさで、南の和歌山両者の後ろを取ってしまって、まあ仕掛けて、三人いますんでね、早めの仕掛けをして、決着してしまうんじゃないかなと思います。 相手はあ、諸橋を引き連れるってことはあんまり考えにくいんで、むしろ別戦の自力なのかなとは思いますね。山田もそれほどではないですから、やはり別戦の自力型との絡みなのかなと思います。 はい。えー、以上、ともしとしはい準決勝の予想をお送りいたしました。そうですね。基本的にはですね、えっ、ー、と、自力型も、自力型同士の、まあ、あえー、っと、駆け引きというのがポイントになるんですが、まあ、あ三着ということもあるんで、 それほど無理はしないのかなと。思います。あとバン、結構準決勝になると番手の選手はなんか無理に張ってスピードに乗ってるところを、スピードに乗ってるんで、外に膨れちゃって、それで、 あの足をなくしてしまうというケースが結構直線では見られるんで、別線の自力なのかなと、えー、思います、まあ。その自力型の中で誰を本命にするかということで、えー、それぞれのレース上げてみた見ました。はいえー、ぜひ ごよろしければご参考にしてください,、はい。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降でした。